はい、上ちゃんです。皆さんダイハツコペンご存知でしょうか。クーペって言うんでしょうね、あれ。オープンカーになる小さい軽自動車なんですけども、これがビーズフォレスト RV パークビーズフォレストのオーナーさんが、コペンに乗せてやると言っていただいたんで、ご好意に甘えまして、一度どんなものかなということでね、乗せてもらいました。大柄な私なんですけども、こんな感じになりました。どうぞ。はい、こちらのコペンですね。オープンカー乗るのがね、初めてだと思うんですよ。でも結構ちっちゃいんでね、上ちゃんが乗るとどんな感じになるんかなと思ってね。面白い。むっちゃ笑われてて、ちょっと本人分かってないよ。ほんまにキコキコなってる。おかしい。パパやばい。むっちゃ笑いよ。やばい。ちょっと違うね、やっぱり。いや、ちょっと違うわ。コペの使い方が違うわ。すごいな。見えてへんやろ、だって前。ちょうどバーで。目の前にバー。見えてないやん。運転できへんやん。パパなんか遊園地やん、それ。遊園地でさ、そう、車やのに。で、オーナーのナオさんに近所を近くのドライブにね、連れてってもらいました。おほですね。小回りきますよ。はい。これキャンプ場。桜ですよね。あ、桜ですね。多分また品種がちゃうんやろな。うん、なんかちょっと強そうな。なんかピンク、ちょっとピンクの濃いな。はい。なんかちゃうよ。梅はもっとピンクですよね。うん。あ、梅じゃないですね。もっとピンク濃い。ごっつい濃いピンクやったですね。うん、違いのわからない男。でもいいね。花やったら。はい。で、丹波篠山の方に移動しまして、酒蔵の秋月にやってまいりました。よいしょ。もう開いと、あ、そうか。どっちみち鍵閉めても一緒なんですね。あ、遠慮しますね。これ買って帰ればいい。はい。こんな技能者あるの。おお。酒の技能者。清酒製造作業。はい。すごいな。ビーズフォレストのオーナーさん、ナオさんはここでお酒を買いまして、私は前掛けを買いました。
はい、続きまして小腹が減ったので卵かけご飯の店玉の助卵かけってなんでこんなうまいですかね。はい、ということで今回はバンガー編上ちゃん大発コペに乗るでございました。丹波篠山の酒蔵中月のお酒もとても美味しくて、卵かけご飯のお店玉之助もお腹いっぱいになって最高のドライブとなりました。次回は嫁を乗せてコペンでショートドライブをしてみましたので、次回もぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。